ウィリアム・クロッチはイングランドの作曲家、オルガニスト、画家。クロッチはノーホークのノリッチに生まれた。当領の息子だった彼は振動として非常に早くから音楽の才能を見せていた。3歳半のクロッチは野心家の母にロンドンへと連れられ、セント・ジェームズ宮殿のチャペルロイヤルでオルガン演奏を行うのみならず、国王ジョー寺三世にもその腕前を披露している。 1779年4月のロンドンマガジンは、こう報じた。彼は厳粛な音色と、教会音楽、特に詩編104を最も好んでいるようだった。普通の楽曲や、その一部、もしくは自らの好きな音を少しばかり奏でるや、否や、彼は演奏を止めてわんぱくな少年のいたずらを始めた。すると、大体は、一緒にいた人の中から彼に、ケーキ、リンゴ、 オレンジなどを与えて、もう一度演奏をさせようとする者が現れた。クロッチは後になり、このように演奏させるために、角の甘やかしが行われたことにより、自分がダメな子供にされてしまったと感じていた。彼は一時オックスフォード大学のクライストチャーチカレッジのオルガニストを務めており、後にカレッジを卒業して、音楽学士を取得した。彼が作曲したザ・キャプティビティ・オブ・ユダは、 1789年6月4日にケンブリッジ大学のトリニティホールカレッジで演奏された。クロッチが成人してから最も成功した作品はオラトリオパレスチナである。1793年にはウェストミンスターの鐘ノートを作曲していた可能性もある。クロッチは1797年にオックスフォード大学から教授として迎えられ、 1799年には音楽博士号を授与された。オックスフォード時代に画家のジョン・マルチェアーと知り合い、クロッチもスケッチに手を出している。彼はマルチェアーのスタイルに習い、自らの作品に正確な日付と時間を記録した。また1805年にはロンドンでジョン・コンスタブルに出会い、クロッチはより有名な画家に自らの習慣を伝達した。百三十四年、 ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリーがオックスフォード大学の学長に就任するのを記念し、クロッチは2作目となるオラトリオ、ザ・キャプティビティ・オブ・ユダを作曲した。この作品は彼がまだ幼かった1789年に書いたオラトリオとはあまり似ていない。1822年、クロッチは王立音楽アカデミーの初代学長に就任し、辞めるまでの10年間この職を務めた。 彼は晩年をサマセット州トントンの息子の家で暮らし、1847年に突然この世を去った。クロッチの文化生で著名な人物には、ウィリアム・スタンデル、ベネット、ルーシー・アンダーソン、スティーブン・コットマン、ジョージ・ジョブ・エル・ビー、チップリアーニ・ポッター、チャールズ・ケン・ジントン・サラマンがいる。ありがとうございます。